B 級。はい。今日なんですけど。はい。まあ、皆さんにお知らせというか、まあ、ご報告ですね。うん。ちょっと伝えないといけないことがあって、この動画を今撮ってます。はい。はい。B クイックなんですけど、まあ、二人で YouTube の活動を始めて、約2年とちょっとですね。うん。約2年間くらい、二人でやってきて、で、まあ、その中で、準レギュラーのね、同級生だったり、いろんな人の支えがあって、2年間やってきたんですけど、はい。まあ、二人で、B クイックとして、活動するっていうのを、本日で終了したいと思います。ちょっと突然ね、こういう感じになってしまって、というか、まあ、突然、こういう報告を、することになって戸惑ってる方もいると思うんですけど、まあ今後のことについてちょっとこれから話していこうかなと思います。はい、はい。単刀直入に、言いますと B クイック3人になります。どうもー。はい、こんにちは。B クイック、今まで二人でやってきたんですよ。はい。二人の B クイックは、もう、終わりで、うん、今日からは、B クイック、三人で活動していきます。はい。はい。はい。最初を見た人は、ちょっとビビったんじゃない？正座してましたからね、サムネで。で、まあ、一応、メンバー新しく入る、ケビンって言うんですけど、まあ、ケビンのことをね、知ってる人もいると思うんですけど、まあ、知らない人の方が多いと思うんで、ケビンと自分らの、馴れ初めというか、関係性だったり、まあ、なんでケビンが、B クイックに加入することになったかっていうのを、今から話していきたいと思います。はい。まあ、この3人は、中学校がね、うん、一緒なんよね。そう。で、中学校一緒で、まあ、ずっと3年間一緒にバレーしてきよったし、うん、まあ、JOC とかもね、3人選ばれたりしてね、うん、その3年間ね、切磋琢磨してましたね。うん、で、ここ2人に関しては、ジュニアから一緒にバレーしようよね。小学生の3年から一緒やね、うん。そうそうそう。で、俺も、ジュニアはこう違うんやけど、まあ6年生の時とかよく対戦しよって、うん、もうずーっと仲が良かったやん。で、高校はここの2人分かれるんやけど、高校は逆に僕とケビンが一緒の高校になって、うん、一緒にね、バレーとかをしよって、まあずーっともう小学校から、まあ高校まで、ずーっとなんか、どちらかしらが関わってるっていう感じでしたね。うん、そうね。で、大学も、まあ、九州でね、二人が。そう、ね。そこで、まあ、チーム、大学は違うけど、まあ、常にね、対戦とかしてて、まあ、その密接な関係親密なね。そう、親密な、まあ、仲だったっていうことだったんで、うん、まあ、そういうつながりがあるよっていうことですね。うん、そうそうそう。で、ケビンは、まあ、知ってる人、何人かいると思うんですけど、うん、前回のね、Vリーグの、シーズンまでは、VC 長野でね、まあ、選手としてやってて、まあ、前回のシーズンを最後に、うん、まあ、引退することになってね、うん。で、今に至るっていう感じですね。そうだね。うん。なんで、VC ファンだった人とかは、多分、ケビンのことを知ってると思うんですけど。そうだね。まあ、全く VC のことを知らない人とかだったら、多分、うん、なんだこの外国人みたいな感じで、今、なってると思うんですけど、なると思う。まあ、関係性的には、まあ、地元の友達ですね。うん。地元の友人っていう感じで、つながりがあって、今、こういう感じになってます。はい。はい。じゃあ、まあ、ケビンがね、うん、なんで、B クイックに加入することになったのか、とか、聞きたいと思うっていうか、まあ、みんな気になってると思うよね。そうね。急に入ってきたから、ビビるけどね。そうそうそう。だけど、まあ、ケビンが、入ってきた理由を、経緯を話してもらって。いいですか？うん。じゃあ今、そう、紹介があったように、ケビンって言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そう、さっき古達が言ったように、うん、僕は、今年の3月までは、VC 長野トライレンズという長野県にある V リーグのチームで、選手として、活動していました。うん。3月で引退することになったんやけど、うん。やっぱり、中学校の時の思い出、全国大会準優勝した時の思い出とか、うん、楽しかった思い出が、なんか知らんけど引退した時に、やっぱまたあいつらとやりてえなっていうのが、本当に俺の中にあったよね。うん、俺らが楽しんどうの、羨ましがっとったっちゃろ、お前は。なんかまあ、二人がそう覚えてるかはまあ、わからないけど、まあ、もともと、なんか、三人でやれたらいいねとか、
いう、まあ冗談だったかもしれないけど。YouTube をね。そう。標準語やめてくれ。あ、ごめんごめんごめん。じゃあ普通に喋るわ。冗談だったかもしれんけど、うん、その3人でやれたらいいねっていう話を、まあ、俺は覚えとって、うん、で、それが引退して、うん、まあなんか思い出したよね。うん。あ、俺らがじゃあ始めるタイミングに誘ったんかな、冗談で。まあ多分冗談、マジで今3人でやれたらいいよな、みたいな。うん。うん、で、まあ俺はその時はまだバレー大好きで。まあ1年目やったしね。そう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 。シーズン。選手として、やっぱ、行けるとこまで行きたいっていうのが俺の中であったから、うん、その、まあ別々の道っていうかね。うん、まあ、その時はね。うん。は、俺は選んだよね、その時は。うん、そうやね。で、その引退した時に、もうさっきも言ったけど、やっぱ、なんか頭の中に、またあいつらってやりたいなっていうのが、出てきたよ。恥ずかしいけどね。ああ、うん。まああれやもんね、たまーに連絡とか、まあしょっちゅうは取らんかったけど、取ったりしよったら、うん、お前らマジ楽しそう、いいなとか言うと思うんだもん、お前。うん。まあ連絡取った時に、まあじゃあ一緒にやるか、みたいな。うん、で、言ってくれるだけ、まあ俺も、いや、その、もともとはビッグ君のことすっごい応援しとったけんさ、うん、正直不安はあるけど、まあ、このチャンネルを、まあ、もっと俺の力とは言えんけど、少しでも力になれたらいいかなと思って、また連絡をしたんですよね、二人に。そうね。そしたら快く、まあ、じゃあ三人で頑張ろうぜって言ってくれたから、敬意って言って、その大した敬意じゃないのかもしれないけど、その、あれが、マジやめてくれ、その喋り方普段してんのに。真実かな、これが。ああ、なるほどね。うん、いや、そう、だけさ、あの、もう3年目で、結構ね、あの、ぶっちゃけ言うと、出てなかったん、試合に。怪我とかもしたりしてね。だからそれで、俺らはマジで冗談で、お前もうやめてこっち来いよ、みたいな、言ったよね。それで、いや、まだ、その、俺は、その、やりきれてないけ、あの、もっと、あと、ま、何年か、やりたいっていう話をしよったん。だから俺らもガチで誘ってなかったけ、ま、そっちの方でバレー、ま、頑張れたら頑張った方がいいし、っていう感じで、まあそういう感じだったよね。うん、そんな感じだった本当に、うん、でもそのある時ね、そういうきっかけがあって、うん、ちょっとガチでみたいなのがあってね。そうよね。そうそうそう、うん、でそのままバレー選手続けていくんか、うん、こっちにかけて、うん、こっちに来るんかってなってね。うん、そう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 、こっちに来るってなったよね。だからぶっちゃけそのまま V リーグにおって、まあ、会社員やったけどさ、うん、そっちでおった方が安定やし、あれでもね、多分そっちの方が世間的にはいいよね、うん。そうだけど、どっちお前が楽しい方を選んだ方がいいんじゃないっていう話になってね。そう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 、こっちに来たっていう話をね。まあ僕ら古田と二人でやってた時は、うん、もうあのね、お互い仕事辞めた時はもう豆腐と納豆生活と、うん、もう底辺時代をもう生活してきたんで、うん、まあ最悪この三人になっても、まあそれにまた戻るだけでしょっていう。だけどまあ10年後ホームレスになっとっても、それはそれでね、楽しくねっていう話になってね、うん、だけどまあいいんじゃねっていう話になってね。まあでもやるからにはね、今後より一層本気でやらんとっていう、そこら辺はね、うん、ちゃんと話してるんで、もっと8月以降はね、うん、盛り上げて面白い動画をバンバン上げていこうかなっていうふうに思ってます ね、うん、V リーグの選手、 V リーガーっていうか、まあ、プロのバレー選手とかがさ、うん、あの YouTube をちょろっとチャンネルを始めたとかって今何人かおるけど、うん、V リーグをやめて、あの、しっかり YouTuber だと思い張ってる。そうね。すごい。正直、その、すごい不安ではある。あ、まあ、それはそうだよ。うん。まあ、多分ね、賛否両論あると思うよね。うん。うん、その、本気でバレーやりよったやつが、うん、ね、その、まあ、今は YouTube って結構すごい流し入れてさ、うん、世間的にも認知されてきたけど、まだ多分、そう思ってない人も多分おると思うよね。全然おる。なんで YouTuber? みたいな感じになると思う人もおるんよ。お前は V リーガーっていう肩書きをね、一回手にしたことになってね。そうそうそう。うん。やけど、まあ、それより地元の仲間と楽しくね、そしてまあ、大変なこともいっぱいあるやろうけど、うん、まあ、頑張りたいなっていう。また、で、バレエをやめるわけじゃないしさ、これを通じて、多分。世界に羽ばたくから、俺は。じゃあ、もしかしたら再起する可能性もあるけどね。あるよ。あるよね。だけど、まあ、将来の日本のバレーボールのためにさ、少しでも力になれたら、いいかなって思って、俺はまだここに入れさせてもらったっていう感じかな。そうだね。うん。まだけ、まあ、まあ、こっからはね、動画が大事だと思うんで、まあ、動画だったり動画外の活動をね、うん、もう僕らの行動をこう見て、こいつらやべえなって思ってくれればね、いいと思うんで。まあ、それぐらいのね、もう3人で話し合って覚悟を持っておけね、うん、やっていきましょうってことだったよね。で、これから多分今までのビビって、面白くなる。絶対面白くなる。今まではやっぱ親子面白くなかったけど、難しかったけど。まあでも正直俺も見よってそう思った。ふざけんな。脱退するぞお前。お前脱退して俺が二人になったらお前ら面白くなくなるぞ。
まあ3人の力が。そう、3人、2人よりやっぱ3人のが面白いし、うん、そのなんか地元のね、ノリみたいなところもこれからは見せていけるかもしれないしね。うん、うん、うん。まあなんかいろんな、まあバレエのことももちろんやっていくし、バレエじゃないこととかもね、なんかいろいろやっていけたらいいなとも思うしね。うんうん、まあちょっと今後はどういう方向性になるかとかまた変わっていくかもしれんけど、とりあえず3人でね、これからさらに面白いビッグイックをね、皆さんにお届けしていこうということでね、やっていきたいと思ってます。はい。そしてそして、はい、今なんと、エルサルね、3人とも来てるんで、はい、多分まだ余ってると思うんでね、ぜひ皆さん、買ってください。余ってんかな多分余ってんかなぁ、ね。あの、これピンク、緑、何黒。黒。そして白もあるんでね、ホワイトも。ぜひ、皆さん、エルサルこれ昨日発売したんで、余ってたら買ってください。お願いします。お願いします。で、今回あの、ケビンも入ったし、うん、概要欄にね、自分らの個人とかもそうだし、ビークイックのね、公式の、SNS、うんうん、インスタとか、ツイッターとか貼ってるんでね、SNS の方のフォローもね、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ということで、じゃあ、今後とも、新生ビークイックをよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ビークイック